ちらはですね、ハスカップジュエリーを作っている製造ラインでして、まあ、森本で一番売れている商品になります。創業が停止した製造ライン、千歳でお菓子を作る森本が見せてくれた現状だ。ただ今全国の催事物産展がなくなってきている中で、もう一番今3月ですね、今まさに一番作っている時期、こういった時期にもう昨年に比べて生産が半分以下、まあ、そういう状況になってまして、さらにこちらが学校給食を作っております。今米飯島というところになります。森本は千歳と恵庭全ての小中学校に平日毎日およそ1万食のご飯やパンを作り届ける役割も持っているが、ただまあ先月の休校以来ですね、下旬から一切止まっております。森本の売り上げはこの1ヶ月ほど前の年の半分以下4割ほどに落ち込んだ。工場の従業員200人のうち6割にあたる120人の休業日を増やし、工場の稼働を調整している。危機的な状況の中、明るい要素もある。今ラインが止まっているところももちろん出てきている中で、まあ、工場全体としては人をこちらの方に集約して、従業員を増やして対応に追われていたのは食パンの製造部門。店舗の方に出荷している各色になります。普段よりはですね、パンはおかげさまで今需要が高まってまして、通常の 1.5 倍の量を作らせていただいてます。まあコロナの影響でお客さんがなかなか外に出歩かなくなってきている中で、まあ、そういう買いだめだとかってたことでパンの需要がすごい高まっているのかなと。少しでも売り上げにつなげようと森本が新たに始めたこともある。おいしい。